皆さんこんにちは、柿内家商品店伊沢よし子です。今日はタイトルの干物女と生魚女についてのお話をしたいと思います。勘のいい方はピンと来てらっしゃるのではないでしょうか。これは、肌質を例えてみました。干物女イコールお肌の乾燥している方、生魚女イコール、お肌の状態が良くって水分油分のバランスのいい肌質を例えています。この干物と生魚をグリルに入れて一緒に焼いた時、どちらが先に焼けると思いますか？はい、干物ですよね。もうすでに水分がなくなってますので火の通りがとっても早いです。肌で例えますと、水分油分のバランスのいいお肌とちょっと乾燥されているお肌の方ですと、乾燥肌の方の方が紫外線の影響を受けやすい、どうしても日に焼けやすいということになりますので、ご自身が乾燥肌かなって思われる方はぜひお気をつけください。もし明日どうしても外に出かけないといけなかったり、紫外線を浴びてしまうようなことがありましたら、日焼け止め対策はしっかりしていただくことと、前日もしくはお出かけのその日の朝に、例えばローションマスク、水分をたっぷり含んだローションマスクをしていただいたりというお手入れをしていただくと、少しでも日焼けしにくい肌になりますので、ぜひぜひお試しになってみてください。はい、今日は干物女と生魚女、乾燥肌と水分油分のバランスのいいお肌についてお話をさせていただきました。今日のお話が良かったと思われた方は、グッドボタンやチャンネル登録、そしてコメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴していただきありがとうございました。それではまた次回の動画をお楽しみください。